こんにちは、ザツです。今回は屋久島最終日からの鹿児島からサンフラワーまで行きます。まあいろいろとハプニングがありで大変でした。もしですね、お時間がありましたら最後までご視聴いただけるとめっちゃ嬉しいです。当チャンネルではですね、旅行と関わる交通、また交通手段も一つの旅行だというコンセプトで動画を作っております。少しでも気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。朝の8時頃、四季の宿を出発しました。帰りはですね、時間の都合で高速船で鹿児島市内まで向かいます。ここでお土産屋さんに寄りました。お土産屋さんに2つ寄ると、なんとタクシー代が5000円割引になるというサービスがあったりします。国が補助金を出しているサービスになるそうなんですけども、ということでお土産屋さんに寄りました。少し高いんですけども欲しくなってきますね。ここから先は一般の人にはちょっと買えないエリアです。ゼロが2つぐらい多いんじゃないかみたいな値段で置いてあります。まあよくでっかい家の玄関に置いてあるようなやつですね。でちょっと買い物をして出ます。もう一軒行きました。でほとんど隣にもですね、お店がありまして、こちらも大きなお店でした。そして、まだ時間の方はあるんですけども、急いで行ってもらいます。で理由がちょっとありまして、後ほど紹介します。で海が見えてるんです。今回は山と川だけだったので、海にも行ってみたいなと。次回は海ですね。すごく綺麗みたいです。そしてこれは古いコンクリート橋でしょうか。すごいものが残ってました。これはすごいです。水もとても綺麗でした。でターミナルに到着しました。ハイビスカスもここに到着しました。なんとなく懐かしい感じです。でもう朝こんだけ並んでました。この時まだ10時少し経ったぐらいですか。で10時45分発の高速船に乗車します。すいません、大人2名と子供2名、予約忘れてますから今日は満席になりません。では今次さんキャンセルまでお願いします。朝確認した時にはまだ空席がありまして、全然余裕やなって考えてたんです。だいぶ甘かったみたいです。行けます。あ、薄いな。4名様ですね。あ、よかった。すみません。どうぞ。約束ぎらんぼ行ってもよかった。いやいや。ということで乗船を開始したとのことで向かっています。本当にですね、朝確認した時には空席があったんですよ。ないって言われた瞬間の目の前の真っ白系、しんどかった。本当に焦りました。今後の予定全部予約して全部お金払ってますからね。ということで並んでます。めっちゃ人が多いんです。すごく時間がかかりました。いや三角ある丸やって。で今回はトッピー7という船になります。船なのかこれは。空中に浮遊します。実はボーイング929というジェットホイールになります。時速は最大船速で 83km 毎時で水の上をかっ飛んでいきます。ガスタービンエンジンです。音がですね、飛行機みたいでした。ヒーンヒュイーンという音ですね。で乗船といいますか搭乗していきます。中がですね飛行機みたいなんです。ママママ落
しい。え？座席の方が363掛けで、飛行機の747みたいな配列ですね。で、椅子の形もなんとなくエコノミーシートような感じもします。狭かろうが文句は言えません。乗れただけで本当に感謝です。修学旅行生ですかね、ものすごく若い人たちがいっぱいいました。そしてこの時点でまあスピードは出ているんですけども、窓から遠いので全然映すことができませんでした。すみません。で、窓から遠いなりに見てたんですけど、海の上での80キロってすごいスピードですね。眺めは素晴らしかったです。安全の修理。何それ救命胴衣、昨日つけてたよ、救命胴衣のつけ方。まあ、揺れるんですけども船よりか揺れない感じです。飛行機で少し乱気流に入って少しだけ揺れる時のような感じでしょうか。ゆっさゆっさという感じですね。そして鹿児島に到着しました。
ハイビスカスと比べると早い早い。そして下船します。ちょっとハプニングありましたんでどっと疲れました。しかしながら船っぽくなくてすごい音してますよね。ヒーンという音です。トッピーロケット乗り場ターミナルです。すごい人がいます。ハイビスカスとは全然違います。でもハイビスカス好きですよ。わーすごい。もうこの時点でですね1時に近かったのでお腹だいぶ空いてます。近くで食べるとこ探します。まあなんかあるやろうということで歩いていくんですけども、まあ子供たちのアレルギーがありますんで結構限られてきます。歩いて10分もかからないところに、お寿司屋さんがありました。メッケモンというお寿司屋さんです。なかなか繁盛していました。ここは美味しいに違いないということで入ってきます。まあ海のすぐそばですしね、関係あるんか分かりませんけど。そして10分ほど待った後に、席に着くことができました。はい、そこにお寿司を変えていただいて、ここになんかなーって、わさび抜けでしたらそちらに丸をつけていただいて、中の男性の方々にあの渡していただければ大丈夫です。でちょっと呼びにくいなって思ったら呼びにもありますので、そちらで押していただいて大丈夫です。はい、失礼いたします。私はですね、縁側とサーモンを頼みました。結構縁側って店によって味が全然違いますので、私はだいたいこれを食べることにしてます。で大きな縁側が来ました。普段行くとことは大違いですね。味もしっかり脂が乗ってて美味しかったです。そしてサーモンも大きめのネタで新鮮でした。うどんが届きました。九州のうどんってグデグデでちょっと甘めなイメージがあったんですけども、ここのは関西風でした。お出汁がしっかり効いててですね、美味しかったです。で実はここのお皿の絵がですね、可愛いんです。九州南部の島の絵が描いてありました。ということでお会計をします。実はあまり時間がありません。2時40分のバスに乗る予定です。美味しい、何でもかんでも美味しいよ。一路天文館まで歩いていきます。で一度はちょっと路面電車に乗ってみたいということで、路面電車に乗ろうとしています。そして天文館付近ですね、鹿児島中央駅行きの電車が来ました。私も路面電車何年ぶりだろう。北九州にいた頃はお世話になったんですよ。筑鉄とか西鉄とかよく乗ってました。今もうないんですよね。でマスコンの部分は昔から変わってないんですね。レトロな感じがとてもいいです。ケーキとかはだいぶ新しい感じですね。そして鹿児島中央駅前に到着しました。子供たちは路面電車初体験です。これバスやろうってずっと言われてました。電車に花がついてます。
そして鹿児島駅の観覧車、大きい。こんにちは、ザクです、これからサンフラワーライナーによって渋志港へ向かうとこなんですけども、実はもう2時21分で、車がバスが2時40分ですね、出発で。でまあまあ時間ないです。で、ご飯を買って向かおうというタイミングです。それでは、向かいます。サンフラワーライナー乗り場に到着しました。ここから渋島まで約2時間です。なんかトイレ休憩ができたらしいですね。途中1箇所寄るみたいです。でバスが来たら鹿児島ともお別れになります。また来たいですね。ゆっくり観光したいです。そしてサンフラワーライナーが到着しました。リクライニング付きの観光バスです。通常だと2100円かかるんですけども、サンフラワーの乗船の人は無料になります。お得です。というより交通手段がないですからね。そして渋市近くの山の中を爆走してます。結構なスピードで飛ばしてました。いやいや法定速度内で。そして渋市駅近く、単線で非電化です。今ではレアかも分かりません。遠くにサンフラワーの煙突が見えます。横っ腹も見えます。ちょっとテンション上がりますね。もうすぐです。そして渋志港へ到着しました。鹿児島中央駅から約2時間です。しかしこの船いつ見ても大きいんですよ。まあ北海道行きに比べると少しだけ小さいんですけど、それでも大きいです。下車します。ありがとうございました。そしてチケットを発券しに行きます。ここでもですね、検温しての発券になります。そしてそろそろ乗船時間になりました。向かいます。パパリンカ降りて。最後までご視聴ありがとうございました。九州からの帰りもサンフラワーに乗って帰ります。そして今回のお部屋はなんとちょっと奮発しました。デラックスの洋室になります。しかしながらデラックスなんですけど、ポストが2枚しかなくてですね、4枚提出してあげるものなんです。